ウェイトレスさんが現れて、どうぞと言って、お、目があって、い、入れたい、チャー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 、ホットドッグ、飯田ジョークスアバウトジャパン。皆様こんにちは。こんにちは。Welcome to 変態タイムズ。変態タイムズへようこそ。この番組では日本の変態を紹介いたします。本日はスペシャルゲストをお招きしております。変態大学変態学部助教授ナミ先生です。 I'm your life and I'm your wife ナミです。ナミ先生、今日の変態テーマは何でしょうか？西の変態料亭飛田新一です。あの有名な飛田新一、はい、そこは料亭なんですか？そうなんですよ。あのご飯食べる場所ですよ、はい、でもなんでそれが変態なんですかね？お口からご飯を食べるんじゃなくって、はい、男性器がご飯を食べる場所だからですよ、はい、なるほど。じゃあ今日はその変態料亭飛田新一のお話をいろいろと伺っていきたいと思います。 Here we go。 飯田飛田新一はまず大阪府にあります。で、かつては遊郭でした、はい、日本最大の遊郭とも言われてましたよね。そうですね、はい、昔はなんですけれども、で今は変態料亭として、はい、まあ、店舗数160店舗、そんなにあるんですか？なんかその日本の有名な AV 女優さんたちの中でも、あの飛田新一出身の方がいるって聞いたんですけど、その辺は詳しいですね。勉強してますか？おー、その通りなんです、はい、飛田新一にはとても綺麗な女性がたくさんの在籍しているので、はい、まあ、有名な AV 女優の卵のような女性と、はい、できる可能性があるんですよ。なるほど。夢のある変態料亭です。飯田、どのようなサービスを提供してるんでしょうか？フックです。オンリーフックのみですか？その通りなんですよ。はい、ソープランドであったりとかデリヘル、はい、まあ、そのようなちょっと濃厚なプレーはなくって、はい、短時間でだけです。ちなみにもしですね、そのソープランドデリヘル知りたかったら、以前にですね、ナミ先生が解説してくださってますので、よろしかったらそちらの動画をご覧ください。はい、ぜひ。そういったサービスとは違い、はい、本当に短時間でことを済ますということなんですね。そうですね。出会って2秒で合体っていう AV 知ってますか？はい、ちょっと勉強不足で。ダメやん、ここにやっときますよね。あれです、まさにこの世界観です。だいたい平均サービス時間は何分ぐらいなんですかね？一番短くて15分です。最初のこうオープニングトークもありますから、うん、え、オープニングトーク、お天気いいですねとか、私変態大学風俗学部准教授やらせていただいておりまして、ちょんの間にですね、オープニングトークなんていう甘い言葉はないんです。お店に入ったら、はい、まっすぐね、10分でサクッと1本、ちょんの間という言葉が出てきたので、はいはいはい、でどういうことかなと思いまして、この飛田新一の変態料亭のことをちょんの間というんでしょうか？そうなんですよ、飛田新一は別名ちょんの間と呼ばれています。なぜちょんの間っていうか分かりますか？じゃあ皆さん、ちょんの間の意味をね、はい、勉強しましょう、はい、いきますよ、はい、Repeat after me、 ちょっとの間にする。はい。ちょっとの間にする。で、ちょんの間です。それでちょんの間と言うんですね。そうなんですよ。はい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 、変態も日本語も一緒にいっぱい勉強しましょう。皆様、変態タイムズご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。もしですね、さらに詳しい YouTube で話せない飛田新一の情報、動画を見たい方はぜひ私の Patreon の方を登録お願いいたします。お願いします。飯田で、どのような形で我々ですね、日本男児は女性を選ぶことができるんでしょうか？はい、まずお店の基本スタイルとして、はいはい、案内係のおばさんと、はい、そこの働いている女の子が座っています。あ、案内係のおばさんがいるんですね。そうなんですよ。その方はなんか名前あるんですか？ウィナーとか。やり手ババア。英語で言うと、スペキャリアウーメンババア。違う。おそらく先生、はい、そう言いますとキャリアグランドウーメン。あ、そう、さすがですね。ありがとうございます。そんなキャリア誰も積みたくないですよね。いわゆる OB ってことですかね。そうです、そうです。OB ですね。かつてその、まあ、やり手ババアたちも、はいはいはい、とても綺麗な女性として、はい、飛び出しにして働いていて、はい、現役から退いて今は案内係というポジションなんです。なるほど。飯田、
あの東京の今まで皆さんと一緒に勉強してきた風俗店では、はい、まあ、パネルで選んだり、あとインターネットで調べたりして、うん、女性の情報を得るだけだったんですけれども、はいはい、なんかパネルマジックとかね、そうそうそう、加工することが騙される男性が多く、 それが心配がないの、その通りです、目の前にいるんですもん、なんかこう市場みたいにこう肉がぶら下がってるみたいに女が座ってるんですから、こう見て選べるんですよ。おめでとうございます。やり手ババアと話すことは、はい、何分遊びますか、はいはい、まあ、予算いくらですか、はいはい、っていうことですね。あとはまあそこに座っている女性の他にもね、はい、あのお店にはいろんな女の子がいますので、はい、ちょっと他の子の写真見せてもらったりとかして、はい、自分の、クのメニューを決めていきます。クのメニュー、うん、そんなメニューが日本にあるんですね。そうですよ、大料亭ならではの。もちろんちゃんとプレイルームがあります、はい、2階にね上がっていくんですよ、はいはい、ただ先生、あの料亭というわけですから、はい、あとは写真とか見る限り相当古い歴史のある建物ですから、うんうんうん、これはベッドとかはないですよね。その通り、ご名答です。なんせ料亭ですから、はい、うん、あるのは厨房だけ。厨房、キッチンだけです。じゃあもしかして厨房という流れになるでしょうか。 AV の見すぎ。はい、ちゃんと飛び出し地にはお布団があります。シャワールームみたいな、うん、そういった体を洗うみたいな場所はあったりするんですか。そんなものはございません。じゃあ一体どういったその衛生対策をしてるんでしょうか。ウェットティッシュで地を拭きます。ラブ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 。なるほど、はい、ウェットティッシュラブラブするわけですね、はい、まあ、ウェットティッシュ拭いてアルコールで殺菌して、あとは最後に検温します。ピッピピッって、人を検温して、はい、正常温度でしたら、はい、ゴー。ナミさん、はい、その時にはもう男性によっては興奮して、あの熱くなってしまっている場合もあると思うんですけど、いいんじゃないですか。40度ぐらいになってるから40度になっちゃってる。それもう病院行った方がいいですね。泌尿器科へどうぞ。メシド、ただ皆さん安心してください、飛び出し地にはたくさんの銭湯があるんですよ。それは安心ですね。ちょっと私本で読んだんですけれども、うん、まあ、かなり多くの男性が飛び出し地の周りの銭湯にいらっしゃるということで、まあ、前の人と後の人ね、うん、まあ、あの顔とあとこのしおれぐらいは見ればわかると言われてるみたいですね。そうですよね、銭湯の中でブラザーがいっぱいいるみたいな感じ、はいはい、穴兄弟だらけやーって。いやー、プレイの前に行く人たち、はい、どうして行くんですかね。まあ、多分海外の人は気になりますよね、うん、ただ私日本男児としてその気持ち非常にわかります。なぜならば我々ですね、あのそういった女王のことを女神様と思ってますので、そうなんですね、まあ、崇めております。それがまあ海外の男性との違いかなと。日本でね、最初の風俗嬢は神の使いである巫女さんだと言われてます。そうですよ、変態国家ですからね、なめんなよ。まあ、神社に行ってね、はい、参拝する前に手を清めますよね。こうね、口、うん、と洗ってこう、はい、それと一緒なんですよ、私たち日本人、日本男児ですね、日本男児はですね、そう、風俗に行く前に体を清めてから女性にね、入れさせてもらいに行くんですよ。まあ、そういう意味では銭湯に行ったら儀式の一つであるわけなんですね。そうです、とても神々しいことです。オーサンテベテップ。メシド、ナミ先生、はい、私いろいろ売春法などの法律も勉強したんですけれども、はい、基本的に、まあ、日本ではそういった本番行為、ペネトレーション、挿入の行為は NG だと思うんですけれども、なぜこの変態料亭ではそれが許されているのでしょうか。それは、はい、女性たちが仲居さん、ウェイトレスという立場だからなんですよ。彼女たちはウェイトレスさんなんですね。その通りです。というと、じゃあ我々がこう2階に行きまして、はい、お部屋で待ってるとウェイトレスさんが現れて、そうですね、まあ、うん、美味しい料理を持ってきて、おせんべいとおせんべいとどうぞと言って、お目があって、入れたい、チャーチャ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 ー、ホットドッグ。ちょっと意味が分からないですけど、もう恋に落ちるってことですか。そうです、そうです、恋に落ちるんです。ラブラブラブ、ナチュラルラブ。飛び出し地では、うん、配膳係の女性が料理を持ってきて恋に落ちて、ホットドッグ。日本人の場合はポークビッツみたいな。それだ。メシド、平均的な料金を調べてきました、うん、お
15分ですね、うん、基本やっぱり1万1000円ぐらい、うん、20分1万6000円、まあ、これが一番人気のコースです。30分2万1000円、45分3万1000円、60分4万1000円、90分6万1000円、そして120分8万1000円、いろんなこうプレイヤーを楽しめる場所なのまだしも、うん、この服のみで120分どうですか。ちょっとあそこ痛くなっちゃいますよね。なんか治療の極みとしか言えようがないんじゃないですかね。男性も女性も、うん、結構スーパーサイヤ人並みになんかスーパーチロージン。メシド。はい、飛び出し新地には有名な通りが5つあります、うん、女性の見た目とか、うん、まあ、年齢とかによって5つに分かれているんです、はいはい、名前はどんな名前なんですか。まず一番美しい女性がいる場所、メイン通りです。次が青春通りです。あ、この青春だけあって若い子がいるんですね。そうですね、はいはい、3番目は大門通りです。おー、まあ、いろんな人がいるんですかね。大門ロード。4つ目が妖怪通りです妖怪通り、妖怪通り、これはちょっとこのご時世問題があるんじゃないですか。英語で言うと何ですかね。あ、モンスターストリート、ゴーストストリート、もうこれは貞子のような、くるはいはいはい、結構くる最後が、はいはい、年金通りです。年金通りのおばあちゃんだよ入れ歯の歯がない気持ちがいいんだよこれやり手ばあじゃないですかまあイメージです。もちろんちょっとネットによりますと、妖怪である昔はね本当に妖怪みたいな方もいらっしゃってるけど、今ちょっと熟してて美しい綺麗なお姉さん通りとも言われております。はい、大変失礼いたしました飯だ。外国人の方は入場可能なんでしょうか、うん、それは条件によります。難しいです。結構条件というのはまずやり手ババアと交渉ができるかどうかというのが大切なポイントですね、はいはい、ルールを理解して料金の交渉ができるかどうかというところで、まあ、大体 N3 から N2 ぐらいの日本語能力が必要となってきております。こんにちはとかありがとう大事ダメなんですねそんなやり手ババア、はいはい、やはり女の子の中でも外国人は NG の子もいるの で、 そ、 うなんです。その中でも OK を出してる子と、まあ、料亭で愛を営むことができるという。そうです。ぜひね、日本語の勉強頑張ってくださいね。はい、皆さん頑張りましょう。海外の方は働いてる女性のことをですね、まあ、物扱いするっていうのが、ね、よく言われてるので、ね、うん、そこはちょっと涙です。ぜひ見ているですね、海外の方、変態料亭に行きたいと思っている方にちょっとメッセージの方をですね、はい、お願いします。外国人の皆さん、飛び出し地に行く場合はまず、お前のその汚い〇を洗ってから来い。わかったか？洗ってからそして、日本語を勉強してから来なさい。わかりましたか、はいはい、最後に、女性をリスペクトしないゴミは帰っていいですよ。さあ、あとはですね、この飛び出し地、非常にね、厳しいルールがありますね。撮影禁止ですとか、はいはいはい、なのでそういったルールを、そうですよ、ぜひ守っていただきたいですね。はい、全て女性を守るためのルールですから、はい、ルールが守れないのならば、お家に帰ってください飯だ。ナミ先生、はい、本日は貴重な、お話ありがとうございました。こちらこそありがとうございました、この変態タイムズは定期的にですね、皆様に日本の変態情報をお届けすべくですね、ナミ教授と2人でお送りしたいと思いますので、もしですね、あなたが気になる変態トピックがありましたら、ぜひぜひコメントの方をお願いいたします。この動画1日5回見てくださいね。はい、ありがとうございます。ではナミ様、またお会いしましょう。 See you See you